はい、こんばんは。スタジオリバースタイルへようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦です。9月10日、大人クラブの時間でございます。意外と好評ですね。今日はですね、〇〇が好きで何が悪いシリーズなんですが、今日はですね、うどんが好きで何が悪いでございます。はい、うどん。今お米が高いですね。食べられない。はい。うどんがですね、大体、3玉入って、大体100円ぐらいなんですよね。はい、で、大体1日2食、食しております。はい。結構お腹いっぱいになるんですよね、うどんでね。食べた時、なんだろう、ご飯って食べてすぐに満腹感が出るじゃないですか。うどんってすぐに出ないんですよね。なんか物足りないなって思うんですけど、なんか時間が経つとこう膨らんでくるのか、あ、なんかお腹いっぱいだなって思うんですよね。はい。で、ご飯がですね、9月の後半に新米が登場するようなんですが、どうも最初の頃はね、プレミア価格がついて非常に高いというようなお話でございます。ここのスタジオはね、マサカの下にあるんですけど、マサカの上にあるスーパーで、だいたいお米が今そうですね、3,800円とかね、もうほとんどお米が残ってないような状況ですね。私も最近お米食べてないですね。うどんばっかりです。はい、で、すごいなと思うのは野菜のね、カット済み野菜みたいなものが、だいたい97円ぐらいで売ってるんですね。あれ多分業務用のなんかこう、なんだろう、ところで出たその切り落としみたいなのを集めてスーパーで販売してると思うんですけど、その値段が変わらないんですよね。可変しないんですね。安定して97円。はい。で、うどんも値段が変動しないですね。一番びっくりしたのは豚肉ですね。安い時で520円ぐらい。うん。で、高い時で800円ぐらいまで行きましたね。で、最近はもう、なんでしょうね。見ないようにしてますね。もう見るとなんかね、あれなんでも、見ないようにしてます、スーパーでは。ね、もううどんコーナーへ、レッツゴーって感じで、はい。で、うどんってね、なんでしょうね。賞味期限あるようでないんですよね。だいたいカレーうどんが主食なんですけど、最近のね。はい。相変わらず、体重の増加もすることなく、はい、こんな感じですが。まあ、大体カレーうどんに、野菜が入ってれば豪華かな、みたいな感じですね。野菜。野菜、二子玉川にね、いい、野菜、いや、八百屋さんがあるんですけどね。なかなか行く時間もなく、はい。大体スーパーで済ましてしまうんですけどね。はい。というわけで、今日の大人クラブお楽しみいただけたでしょうか。今日はね、うどんが好きで何が悪いでした。冷蔵庫の中にね、お米があった時の冷凍したものが残ってるんですが、ここにお弁当箱があるんですが、どうしようかなと思って、それを解凍して、お弁当箱に詰めて、そのカレーうどん弁当炭水化物ってのもどうかなと思ったりするんですかね。まあ、あんまりそう、なんだろう。そういうの気にしててもしょうがないですね。とにかく食べないこと、食べないと、あと眠らないことには、もうどうにもならないですからね。はい。あと、気にしてるのは、手の爪をまめに切るようにしてます。はい。よくクラシックギタリストでね、爪を伸ばしてらっしゃって、こう、まあ、爪伸ばしたら華やかな音が出るんですけどね。私はまあ、左の爪は当然こうね、弾くときの左の爪を切ってますし、右の爪も切ってます。はい。まあ、クラシックギタリストもいろいろいるんですけど、私の場合は、爪切ってますね。なぜかというと、その爪のコンディションで音が変わってしまうことがあまり合理的でないんですね。まあ、クラシック系のギタリストだとやっぱ爪伸ばすんですけど、だいたい 1.5 ミリぐらいね。で、爪が割れると、その音色が変わってしまうということがあってはならないので、私は、まあ、伸ばしてた時期もあるんですけどね。今はもう完全に切っております。まあ、物事にある程度一貫性っていうのが必要なので、はい。ちなみにピックはジム・ダンロップの、ウルテックス愛用しております。はい。これは変わらないですね。ジャズ1だった時もあるし、ジャズ3だった時もありますけどね。ひどい話だなと思いますね。はい。男ってかギタリストってダメだなと思いますよね。なんかね。その時はこれだと思ってね。なんかちょっとこう、まあ、すごくね、その時にこう思いを寄せてる女性に、なんか、このピックをお守り代わりに持ってろよみたいなこと言って、で、渡すんですけど、多分その、ね、まあ見てないと思いますけどね、このチャンネルね。首からね、全く違うピックぶら下げてる僕を見てね、あの時の、ジャズワンを渡したのは一体何だったのかなと思って、ゴミ箱にパーイって捨ててることと思います。はい。だってしょうがないじゃんっていうね。それなんかね。だから、女性に縁がないのかもしれません。はい。はい。というわけで、9月10日、もう秋ですね。はい。おたなこの時間でした。お楽しみいただけたでしょうか。それでは、横浜シェアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。はい。なかなかヒット曲には恵まれません。はい。それではまたお会いしましょう。おしゃべりくせえやろ。